と伝わってきましたでしょうか。聞いただけですぐに覚えて自分らしく楽しく歌う数え80歳の男前元気な京川伸幸さんに女心を切々と語って歌っていただきましょう。よろしくお願いします。恋情けです。恋をした頃を思い出されましたでしょうか。